はい、今回は筋肉マンですね。動画の内容はコミックス最新巻以降のものが含まれていますので、視聴される際にはご注意ください。テーマは五大国の敗北です。直で言ってしまうととてつもなく強いですよね。まだ対戦回数は少ないのですが、その強さは十二分に伝わっている印象です。敵としての魅力もね、もちろん上がり続けている感じなのですが、そのためこの動画をアップしているのが7月であるにもかかわらず、今年は五大国の強さを存分に見せつけられ続ける展開になるんじゃないかと思っています。そこでふと気になったのが、こんなに強い五大国、最初に敗北を喫するのは一体誰なのか、個人的にかなり気になり始めています。まあそれだけを延々とお話しするだけなのですが、まずはこちらからいきましょう。時間超人の主力五大国、超人強度1億パワーを誇る時間超人の主力と思われる5人です。サイコマンによく似た終焉の国ファナティック、次回の超人総選挙でブレイクする予感の三千の国パピヨンマン、超人総選挙2024では第58位でランクインしていて、これは五大国トップです。50位台と聞くとね、あんまり大したことないと思われるかもしれないんですが、ネメシスもね、初ランクインの時は確か70位台ぐらいだったんですよね。あと意外とよく喋る黄昏の国ペシミマン、私の推し超人の一人になりつつある黎明の国エクサベーター、オーバーボディ疑惑が拭えない宵闇の国エンデマン、彼らは時間超人量産に必要なマグネットパワーを解放するため、ここ正直自分よく分かってないんですが、こういった解釈でいいんでしょうかね。アポロンウィンドウのある5つの場所に滞在しています。その実力は言うまでもなく作中最強クラスで、五大国で先陣を切ったパピヨンマンはあのマリポーサーに干渉しています。タフさに定評があるマリキータマンの頭をかち割る場面も衝撃的だったですよね。マリポーサも飛翔の神の力を借りて彼らと同等の1億パワーで戦いに臨んだのですが、その力の差を埋めることは不可能でした。憑依した飛翔の神がボコボコにされただけだったんですよね。挙句の果てにはマリポーサとの間に交わされた契約も破棄されてしまった感じだったと思われます。とにかく同じ1億パワーでも借り物の力では同様の力を発揮できないということでしょうか。続く2戦目のネメシス VS ファナティックの対戦が現在繰り広げられているのですが、パーフェクト超人筆頭格のネメシスが劣勢に立たされている状況です。このままファナティックがネメシスに勝利すれば、今年は五大国が猛威を振るい続けて終わる年になるんじゃないかなと思っています。ちなみに時間超人は体内の時間をわずかながら調整できる特殊能力を持つのですが、五大国の2人は今のところ対戦の中で表立っては使用していません。マグネットパワーを解放するときにひょっとしたら使ってる可能性などはあるんでしょうかね。あれ結構大規模なことねやってるんじゃないかと思うので、最初に敗北する五大国はまだネメシス VS ファナティックの試合の勝敗が決していないので、最初に敗北するのがファナティックになる可能性も大いにあるのですが、自分はペシミマンが最有力と予想してみます。というかあの展開を見ていると、最初の犠牲者になるかは別として、ペシミマン敗北を予想する読者は少なくないのかもしれません。というのはペシミマンと対峙したウォーズマンなんですが、最初彼敗北濃厚とね勝手に思い込んでいたんですけれども、ここに来てクロエのコスチュームを身にまとうという猛烈に熱い展開になったり、2人が対峙したものの対戦が先送りになったりと、ウォーズマン勝利のフラグっぽいものがここで着々とね立ち始めているんですよね。ウォーズマンが五大国に勝利した最初の弔辞になるのも夢ではないのかもしれません。一方でテリーマンも勝利する可能性が高いのかなと思われます。そのためウォーズマンとテリーマンのどちらが先に対戦するのか注目していきたいです。
テリーマンの対戦相手ですが、パピヨンマンあたりでしょうか。かつて対戦したキングザ100トンもパピヨンマンがいる場所にね、いるのでそう感じたのですが、ところでカオスが登場するタイミングも気になるところではあります。というのもね、カオスもね、ひょっとしたら五大国の誰か倒すんじゃないかって思ってるんでね。ちなみにエンデマンやエクサベーターですが、彼らはね、まだね、ほとんど描かれてないこともあって、何か隠していそうな雰囲気があり、所詮勝つんじゃないかと思っています。ネプチューマンや筋肉マンもね、その五大国のいる場所に向かったんですが、彼らがそのまま対戦する可能性もちょっと微妙かなとは思っているんですよ。特にエンデマの方はなんかとんでもない謎を秘めていそうな感すらあります。先ほども言ったように、あの姿はオーバーボディかもしれません。ひょっとしたら五大国最強キャラとして描かれる可能性もあるのではないでしょうか。ただしジャイアントキラーのテリーマンが対戦相手だったら、格好のかませキャラにもされそうですよね。ともかく五大国はどこまで勝利を重ねていくのか気になりますね。ということで、今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。